索尼电脑娱乐于今日在台北地下街举办跑车浪漫旅游首卖会，并推出首卖限量特点组以回馈玩家。台湾索尼电脑娱乐特别与特约商店台北地下街魔力科合作，将该店打造成一日 GT 专卖店。首卖会虽然现场只提供150份首卖会限量特点，但因为玩家朋友们想要快一点玩到跑车浪漫旅游游戏，现场来了将近500名玩家排队。拿一号号码牌的蓝先生在前一天中午便到地下街魔力科店门口等候，拿到梦幻一品 GT5 限定版主机时，脸上终于露出了得意且满意的笑容，感谢热情玩家的支持。首卖会限量100台的主机同混，100组的 Collector Pack 瞬间销售一空。在首卖季庆祝会中，还向玩家朋友们公开了一段制作人山内一点先生的影片。はい、皆さんこんにちは、グランテスモプロデューサー小野内克典です。長かった GT5 の制作もようやく終わりですね。全部で2000日ぐらいかかりました。2000日間、僕を含めチームのメンバーが、一つの目標に向かって、走ってきたわけなんですけれども、ようやく GT5 が、完成として発売と、いうことになりました。本当に長い間お待たせしちゃって申し訳ないです。でも、任せただけのものになっていると僕もスタッフも思っていますので、ぜひ待っててください。あるいは手に入れたら楽しんでください。よろしくお願いいたします。真的非常抱歉让各位等了这么久，不过等待是值得的，请务必在拿到游戏后尽情享受这份喜悦。山内一点于影片中表示，而在场的玩家朋友们无不受到山内一点先生对于本作追求完美之精神而感动。